おはようございます。釣り子 TV です。こんなね、箱、これね、ちょっとお願いしていた物が届いたので、開封していきたいと思います。ちょっとね、住所とかは書いてあったところは、もう取っちゃって、こんな感じなんですけども、こんな感じのね、小包みというかね、届きましたんで、じゃあ早速開けていきたいと思います。ね、ロガテープで止まっていて、さあ開封。おー、来たよー。あー、こういう感じかー。お、1個2個3個4個5個6個7個。おー、来た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 、来ましたよこれね。山盛り、結構なんだろう、1年分、いや、もっとあんのかな、なんか、あ、送りますよなんて言ってね、はいはいなんて言ったら、これはドープクローラーね。キープキャストの会場でもブース出していてね、で、その会場で販売なんかも行われていたんですけども、サニーブロスっていうね、メーカーのドープクローラー 5.8、 これのね、パッケージが完成して、いよいよ製品版ということで、で、実はね、あの、去年プロトタイプをお預かりして、で、いろいろダム湖なんかで試したところね、いきなりあの50アップが釣れてくれたり、メグタスなんかもね、あのでかいバスね、貸してあげたら、あ、釣れたなんて言ってね、速攻で釣っていたので、もしね、あの製品版できたらちょっと分けてくださいなんて言ってたんですけども、あの、どうこれはなかなかの量ですよ。1、2、3、4、5、6、7袋、ありがとうございます。で、あ、大好きなね、エスカッパのカラーもちゃんとあって、ちょっと ね、かっこよく並べますかね。よいしょ、ね、こんな感じでドープクローラー、パッケージも完成して、いよいよね、着々と準備が進んでいて、結構ね、キープキャストの会場でも各釣り具屋さんから声かけてもらったなんてね、社長さんとかおっしゃっていたので、うまくいけばね、まあ、今年いつぐらいからかっていうのはね、ちょっとまだね、聞いてみないとわかんないんですけども、いよいよ釣り具屋さんに並んだり、まあ、あとはどうだろう、インターネットで買い物できたりするようになってくるんでしょうか。まあまあね、どんなルアーなのか、開封してね、見ていきたいと思います。はい、あ、ブリスターパッケージで型崩れしないようになっていて、こういう感じのね、しっかりと型崩れしないような工夫がなされていて、で、これを開けると、はい、ドープクローラー出てきました。スカッパのカラーね、開けてみましたけども、ここにね、ブロスってね、刻印が入っていて、でね、プロットタイプで使わせていただいた時より結構張りがあるね、もうちょっとね、柔らかい印象だったのが、あ、ちょっと固めに調整したのかな、プリンとしたね、なんか張りのある感じの印象に変わりました、ね、ちょっと丈夫そうなね、しっかりとプリッとした、ね、素材に変わっているのかなというところと、あとここ、あー、こうなったんだ。このね、さりげないテールがほんとね、水中でピリ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 ね、動き続けてね、バイトを誘発してくれるというような感じなんですけども、プロトタイプの時はですね、ここがもっとね、薄くて、でね、正直ね、使ってる間にね、結構ちぎれたりしたんですよね。で、まあ
まあ、ちぎれてもあのこういうシンプルな形状なんでそれはそれで釣れるんですけども、ただねあの買ってね使ってちょっとね使ったらもうすぐねちぎれちゃうとかだとちょっと製品版にはできないななんて言ってねおっしゃってたんですけども、ここをちょっと2段階のテーパーにしてるのかな、先端の方はピリピリ動くようにこうすごい細かい風になっているんですけども、その、元の部分をちょっと型もね変更したなんて言ってたんでちょっとだけ、太くなっている、これでね、ぶっちぎれづらい感じになっているのかなというところで、でまあ非常にオーソドックスなねこういう感じのストレートワームっていうことで、今話していたプロトタイプでねバスを釣ったシーンなんていうのね、去年ね結構大きなバスなんかね釣れてくれたんで、改めてね、見てみてください。どうぞ。ドラグが効いてる。ちょっと待てよ。ゆっくり。めっちゃドラグ出てる。いいサイズだな。よっしゃー、ありがとう。いや、4、6か。はい、ドープクローラーで大迫力の46。はい。いや、バスだとしたらやばい。動いてんの？いや、なんか、わかんないけど。バスじゃなかったら、何があるんだろう。立ち木に絡まれるパターンかな。バスだ。でかい。タモを。メクトさん、いけるかな？まだが。ちょっと元気すぎる。いや、スピニングだからすっごい慎重に。いくよ、メクトさん。救える？いや、無理だ。もう一回。いける？はい、はい、もうゴンブトでね、ドープクローラー、でかい。マッキーネコセッティング、じゃあねサイズを測って逃がしたいと思います。いや、釣りガールにもちょっといいところ見せられたんじゃないですか。初めてそんなでかいバス見ましたよ。ありがとうございます。サイズ落とさないでね。はい。ほら、危ないよ。危ないよ。51。はい。ルアーはこれね。ドープクローラー。久しぶりの50アップ。やったー。よっしゃ。はい、というわけでね、また釣り子スタジオに戻ってきたんですけども、猫リグね。これね、動画の肝っていうかね、どういうことなのかっていうとね、本当釣り子 TV の動画見ていただいてる方だったら印象あるかもしれないんですけども、本当ね、自分ってね、猫リグ投げないんですよね。好きで秋口とか、一部聞くシーズンにはね、以前はよく使っていたんですけども、なんか猫リグあんまり投げなくなっちゃっていて、だから年間を通しても猫リグ投げてる時間って、まあ去年の動画に関してはもうかなり短いんですよね。
でこれもまあせっかくもらったからっていうことで、最近やってないけどネコリグ試してみるかなんて言って、ほんの1日の中でもね、トータルで言ったらすごい短い時間しか投げてないんです。それを他のところあのね、ジグストとか、その他ね、あのなんか違う釣り方とかね、そういうのばっかやってて、まあそれはそれで釣れてるからそっちやっちゃうんですけども、ネコリグはもちろんやったら、よく釣れるリグだっていうのは分かっているんですが、その短い投げる時間の中でデカバスが反応してくれてるんですよね。終日ね投げ続けて、なんとか1匹絞り出したとかではなくて、印象としてはもうなんか釣れないしな、あそうだあれせっかくもらったからちょっと試してみるかななんていう感じで、ちょっとリグってピッて投げたら、まあバスは釣れる、ね、ただそのバスがね選んだようにデカバスなんですよね。これはびっくりして、でああこれ釣れんだなっつって、でメグタスさんもね、あんまりネコリグってやったことなくてどうやってやんのみたいな感じなんですよね。リグり方もよくわかんないみたいな感じで、そんなメグさんに貸したら、メグタスさんのはネコリグではなくて得意のノーシンカーリグね、ノーシンカーリグで落としたら、またこれまたこのピリ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 ってなんかいい動きしたんですかね、それもね反応してくれたの結構デカバスで、でまあね大きなバスが釣れやすいフィールドっていうのもあったんですけど、あの日に関してはなかなか大きなサイズが反応しなくて、結構ね中盤サイズというかね40センチ未満のやつはポロポロと釣れていたんですが、あーどうにもなんかちょっと大きいバス今日反応しづらいねなんて言って釣りをしていたら、ドラがジーッチーッとなって、おーなんだ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 と思ったら、結構大きなバスが釣れて、え何使ってたのって言ったら、あさっきもらったなんていうのか名前わかんないけど、あのサニーブロスさんのなんて言ってたんですよね。でそれがよくよく考えたらこのドープクローラーのプロとなったわけなんですが、というわけでね、実際完成したら、もしよかったらちょっと使わせてください、分けてくださいなんて、言ってたんですよね。この前キープキャストの会場でもね改めてね、あのいろいろお話とかもできたんで、もしチャンスがあったら、ドープクローラー分けてくださいなんて言ったら、こんなにたくさん YouTube やっててよかったね。なかなかねこうね、ルアーをもらえるなんてね機会ないですからね、あの動画とかでねあえて釣ってるシーンとか配信、頑張ってやってたら、あもう使ってよって言ってね、ほらっていう感じでこういろいろ送ってくれたという、こういうわけなんですね。というわけでね、せっかくもらったんで、またねストレートワーム効きそうだなーなんて時とか、あとネコリグぶっ込んでみたいなーなんていうね、あとね今年ねちょっとね、ネコリグの釣りとか改めてね、いろいろ復習も兼ねてやってみようかなーなんて思いますんで、そんな時にねこのドープクローラーどんどん、使ってみようかなーなんていう風に思います。でまあネコリグ話しているんですけども、初めてねその亀山湖でサニーブロスの人と一緒に釣りをした時は、まあこういうちょっとキラキラするカラーだったかな、ちょっと薄めのカラーね、多分ねナチュラルスモークか、これなんだナチュラルブラックって書いてありますけども、こういったちょっとラメの入ってるカラーでノーシンカーでトゥイッチしてたんですよね。したらこの長いボディがねうまいことねビヨンビヨンって感じでアクションしているのを横目で見ていて、ああいい動きなんですねなんて言ってね、何なんですかって言って今作ってるワームなんですなんて言ってて、まあ、こういうちょっとラメ入りのカラーででピョンピョンってやったら、このねお尻が追従してなんかねシャクトリムシのようななんていうかね、まあ、小魚っぽいっていうよりもなんかピョンってねなんか謎の長っぽそいねシャクトリムシみたいな動きしてたんですけども、そんなんで見てたらいきなり目の前でね40アップつってね、あーすごいっすねなんて言ってね、それ
なんていうのがあったんですよね。それもよくよく今考えてみたらこのドープクローラーだったなぁなんていう感じで、まあいよいよねこのパッケージも完成して、まあ値段も決めたんだと思いますので、ね、こんな感じでパッケージングされていろいろな釣り具屋さんに並ぶようになってくるんではないかなというふうに思います。なんてねこういろいろ見てきたんですけども、ぜひね実況動画の方でまだねそんなに流通はしていないワームだと思いますので、事前にこんな使い方聞きましたよとかね、そういった感じのお伝えしていければね、またねデッカバスもね、釣れたらいいなっていうことで、ちょっとここぞっていう時でねせっかくいただいたんで放り込んでいってみようかななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、このね新しいルアーメーカーね、名古屋キープキャストからスタートした、サニーブロスさんのドープクローラー、この後にもね、プラグとかあとはクローワームみたいなのとかね、あとねゴロスってシンカーなんかもね、あれ本当に感度いいんでおすすめなんで、釣り具屋さんで見かけたらぜひ、チェックしてみてください。というわけで、釣り子 TV でした。